タカ子、次アズ。ああ。こっちはハギタ。他は何入ってた？他は変な女子の写真と、私の、なぜかメッシのブロマイド。それとみんなの写真とカケルの手紙。26歳になった私には、後悔していることがたくさんあります。違うビーズがテーブルの上で光ってた。互いが互いを照らし合って色とりどり輝いてた。ひびが割れても少し欠けてもその破片さえ輝いてた。寄り添い合いながら、時に遠ざけながら、かけらとかけらつなぐ。いつかの悲しみも涙した思い出も、君の微笑みを彩る光。オレンジ色の空、西日に照らされて、不揃いな影帽子が揺れてた。何か伝えたいのに何にも言えなかった。今日は午後から少し余裕あると思うよ。それじゃお願いね。しんどナホ、私からナホ大丈夫なの？いけない。あらら、こりゃ間に合わんな。変わり映えしない感じもあるけど、まあ、新しい1年間また一緒に頑張っていこう。よろしく。これから始業式とその後で教科書の配布があるからな。だな。それから今日お前たちに紹介したいやつが。高校生？女子か。来た来た。じゃあみんなちょっと待っててくれ。10年後の未来。なんで知ってんの？転校生。みんな静かに。待たせたな。なあ、ま、成瀬かけるくんだ。成瀬くんはだな、東京からやってきてな。
長野に住むのは初めてらしいから、みんな頼むぞ。じゃあ、成瀬、何か一言。あ、よろしくお願いします。うん、じゃあ席は高宮の隣で。ああ、ほら、一番後ろのあそこだ。おはようございます。校長の杉山です。桜咲く4月、新入生の皆さんも加わってこの学校の新しい1年がスタート。なあ、ほ、帰るぞ。わ、うん、おーい、昼飯うちのパン食ってきな。いいの？やったごっちゃん。あ、なあ、そこの転校生、かけるくんだっけ？一緒に帰ろう。俺はちょっと今日は。なんで？いいじゃん、仲良くしよう。ごめんね、突然で。ねえねえ、かけるくんもうちのパン食ってきな。こいつんちパンや。うめえよ。うちらと一緒に帰ろ。せっかく半日授業だしね。これって東京か。松本のこと紹介してあげる。あ、そうそう、どう？うん、ちょっとメールしてからでいい？オッケー、やった。じゃあ先に行ってパン踏んだ食ってくる。パンいっぱいだからな、山盛りだからな。よろしく。超食いてえかったパン。誘ったら何がダメなんだろう。で、紹介。やつは萩田作で、こっちがナホ、高宮ナホ、それから篠高子ね。よろしく。俺、諏訪博人、諏訪でいいよ。わかった。待って、なぜ腹減った。諏訪、もうちょっとで焼きたてだから、後でレッツする。パン屋が紫あずさ。あずって呼んで。あず、気づいてくれた？かけるくん、東京から何に乗ってきた？特急あずさ。えっしょ、ウケる。かけるくん、あずさ2号知ってる？狩人の。あ、それなんだ。そうそう、そんで中学の時のあだ名が狩人だった。あずさ2号でねえんだ。その後、マタギになったよ。でも、あんたは右斜めメガネだよね。いつもメガネ曲がってたから。うるせえな。8時ちょうどのあずさで旅立てよ。今、8時ちょうどのあずさ2号。旅費ないって。いいから行け。父さん、この前あずさ2号歌ってた。PV 出たよ。何それ、見たい。ハリウッドでどんだけ盛り上がんだよ、お前ら。かけるくん困ってるじゃんよ。ほら。受けた。受けた。どこ一番受けた？またぎ。そこ。なんだ。誘ってよかった。お待たせー。ゲーッ。ほれ、カツパンと豚味噌パンとカレーパンと野沢菜パンとメロンパンとアップルシナモンロールです。今日は2個ずつ全部焼きたて。おとんのパンは世界一、無敵だからね。なぜかけるくん、どれがいい？なんでもいいよ。あ、でも野沢菜気になる。うまいよ、食ってみ。あたしも野沢菜パン。ざけんな、俺がもらう。返してあげた。あたしアップルシナモン。じゃあやっぱカレーパン。え、あと1個はカツパン。はい。あずの店のカレーパン好きなんだよな。で、ナホはどれ行く？私のカレーパンだよ。お前はいつでも食えるだろ。私、何でもいい。よこす。ほんと？遠慮してね。ほんとほんと。それじゃあナホは甘いの好きだから、メロンパンとアップルシナモンね。ありがとう。酢は当たんねえだろ。あと3つ4つは入れたいね。じゃ、あとはお買い上げください。カレーパン交換して、メロンパンと。もしかしてバレてた？
カレーパン欲しそうな目してた。今度はカレーパンもっとな。かけるくん、美味しかった？ああ、うん。じゃあな、みんな。じゃあまた、バイバイ。またな。ああ、かけるくん。かけるって呼んでいい？うん、そっちのがいい。そうだ、手紙。同じ内容、字も一緒。休み？さあ、携帯聞くの忘れてた。どうしたのかな？気になんの？え、あ、いや。かけるくんは学校にはしばらく来なかった。つまり、二乗してマイナス1になる新しい数というものを。My goal is to make childhood dreams come true. 手紙。私のゴール。手紙の通りにしなかった。かけるくんが休んでいることと何か関係があるのかな。もしかしてどうして学校を休んでいるかも手紙に書いてあるの。梨の花咲けば霧が流れて髪濡らす信濃の娘の髪濡らす。かけるくん、あ、違った。かける、え、よし。おー、かける、元気？どうしたの？2週間も休んでサボり。おっと、だからそうじゃねえって。欧米か。勝った、楽勝楽勝。ナホイルと強いね。投げ方ちげえし、さすが元ソフト部。中学の時だし。投げ続けて疲れたでしょ。ううん、片付け、うちらやっとくから休んでな。いけるいける、うん、よいしょ。球技。俺やんないよ。え、なんで？授業出てないし。いいのに、そんなの。何にしたの？ソフトボール。よしよし。痛いの？小さくて。小さい。なんか注文した時にサイズ間違えられちゃって。交換しなかったんだ。いうタイミング逃して。諏訪サッカーやってたの。マークしろ。マーク。ああ、萩田くん、下手くそ。
それじゃ。ピッチャー交代。あいつ現役ソフト部。ストライク。ずるいよ決勝で。あんなピッチャー。私打てない。なんだよあのピッチャー。やべえ。楽勝楽勝。でもないようだな。タイム。そういえば。ナホ、代打やって。一生のお願い。本当に来た。でもナホがドカンとヒット打ったらうちらの優勝だよ。元ソフト部だし打てるよ。お願い。お願い。ツーアウト満塁。打てば優勝。でもアウトになったら私たちの負け。無理。ごめん。私も打てそうにない。お願い。無理言うなよ。足怪我してんのに。怪我？ナホそれ本当？どうしたの？いや怪我とかじゃないし、これも自分のせいだし。じゃあ私打つ。三振するかもしれないけど許してね。断っていいの？断って後悔したっていうのは友達に責任を負わせて自分にもできたことをやらなかったからだ。やっぱり打つ。私ナホ足の痛みはいつか消える。でも後悔は消えない。10年後も今の私はこの後悔を10年後まで残したくない。優勝。諏訪の活躍でサッカーも見事優勝したらしい。救急車です。足見せて。いいよ。そこ座って。靴ずれしてる。消毒するよ。いた。ちゃんと言いなよ、サイズ間違えたって。うん。でも体育の授業だけなら平気だよ。今頃言うのも遅いしね。我慢する。我慢ばっかしてたら自分が損するよ。自分が損するだけならその方がいいんだ。私周りに迷惑かけなければ。誰も気づかないし、私が我慢したらそれで済むじゃん。いつもそうやってきたから。見てるよ、俺は。はい、終わり。お大事に。ありがとう。
私もカケルのこと。さっきのホームランかっこよかった。来年は俺も絶対出るから。サッカースワより上手いから見ててよ。うん、絶対。あの手紙に書いてあることは全部本当に起こるんだ。未来にいる10年後の私、後悔は一つ消えましたか？ナホ、この花綺麗っしょ。何その花？カケルにやる。カケルはそんなの喜ばないよ。いいの。過去にいる10年前の私、あなたにはこの先たくさんの喜びや幸せが待っています。どうかその幸せに気づいて、どうかその幸せをこぼさないように。この手紙を書いたのは16歳の私に一生の後悔をさせたくないからです。心深くに身を知る雨、こんなにか細く折れそうな枝の先にも君の未来が生まれてる。まだ見ぬ君を切り落とさないで、今を心深くに身を知る雨、抱きしめるそばにいたいから。